ゼーレ人間、うん、なんかゼーレめっちゃ強いぶっ壊れキャラだって言い続けたけど、一回だけね、なんか動画見たんだよね。なんか世界のティア評価みたいな。やっぱりゼーレだけね、評価がね、ダントツだわ。ティアがやっぱ一番高い。S プラスとかもらってた。そりゃなって感じやわ。こいつは純種じゃないから。純種だけど、殺して全員殴れば、全員倒せるから。私知恵です。ゼーレいないパーティーが考えられない。いるかいないかでだいぶ変わるキャラだな。無凸でも別にいいと思うしね、全然ゼーレは。てかゼーレはね、ほんまに会心率結構大事だと思うねん。会心ちゃんと出して、相手を確実に仕留めて、2回行動していくのが大事だから。なんか敵がね、会心出ないで仕留めきれなくて2回行動できないのはほんまに良くないから。やっぱ強いもんね、こいつ。今んとこやっぱゼーレは当たりキャラやな。軽減もめっちゃ強いけど。限定ピックアップキャラが今んとこ2人とも超強い。ゼーレは特に、やっぱ同化してる。ゼーレ、実質配布みたいな、これ言ったら怒る人いるかもしれん。怒るかな。でも、スターレール始めたらさ、めっちゃ原石もらえるやん。宝箱開けたりとか、始めたての人10円も合わせるしさ、天井2回分ぐらいまではガチャできるわけで、ちゃんと初期からやってたら、ゼーレほぼ配布みたいなとこない。ねえか。引けなかったぞ。激励に触れたかもしれねえ。引けてる人の方が多いと思うんだよね。本当に初期からやってたら天井2回分いけると思うねんな。デイリーミッションの分と。ゼーレは実質ほぼ配布みたいなとこあると思うから。マジで。いいよね。163連してんだよ。163連できてる時点で配布やん。163連は確かに君は運悪いけど、でも無課金でも163連できるぐらいには、原石集まったってことやろ？スターレールやってたら。それって実質配布じゃないですかっていう話よ。ゼーレ結構持ってる人多いと思うんだよね。それが強いのって嬉しいよねっていう話です。わかんない。でも、銀狼カフカが来る時のために、俺は原石貯めるっていう、めっちゃ意志の固い人がおるかもしれない。ゼーレって落とし切るのが大事なキャラやから、ちょっと率高めでもいいでしょっていう感じで。ゼーレレベル80。ゼーレの後援数レベル80がここに爆誕いたしました。回収率83、回収目124、速度126です。異物もちょっと紹介。かなり自信作なんで。普通にゼーレ使いの強い配信者と張り合えるぐらいだと思う。原神と同じスコア計算か怪しいが、27.9 だし、速度6あります。腕、34.6 かな。スターレールって攻撃力の価値ってどうなんだろう。攻撃力上げてくれるキャラは結構調和組が多いけどな。服です。攻撃力実数値78とかね。足が攻撃力の足で、ゼーレ2凸してるので、速度も十分と判断しております。速度4、回収ダメ 16.8 です。サルソットの量子属性バフで、16.8 かな回収につついてて。連結縄が会心ダメージ 12.9 ワットで、ゼーレは量子4セットのサルソットが強いと聞きますから、これはなかなか良いゼーレなんじゃないかなと思います。